はい、どうも、ヤスオです。バロクチレディオやっていきます。確か前回のバロクチ何持ってきたなんだっけ。デュアルソードの天の痕シリーズっぽいやつのスキンだったような気がする。それ持ってきたと思うんですけれども、今回新しいものあるのかな。昨日ボブルヘッド、プライムのボブルヘッドがメールの方で配られてたと思うんですけれども、今回そちらをね飾りながらやっていこうかなと思います。量が多いんだよな。あ、これ全部もらえたっていうわけじゃなくて、その年、毎年ね配られるんだよ。12月の、クリスマスシーズン、メリークリスマスの時になんか配ってくれるんだけど、今年ね遅れたね。多分リサージェンスの影響かなんかだと思うんだけど、今年はとりあえず遅れましたよと。あ、どうしよう、これ一番大きく設置しようかな。せっかくねプライムのボブルヘッドだからね。どうしよう、まあ、とりあえずちっちゃくで設置していくか。てか棚が足りないな。あ、ちなみにこの棚ね、このソファーを裏返して設置しております。はい、この2段形式でやっております。絶対足りないな。あとさ、このなんか台座のところ、これねこの椅子を裏返しにして使っております。いや、このシリーズの家具めっちゃ使いやすいんだよね。こうやって棚にもできるし、ちょっとねこの段差つけたりだとかもできるので、4つボブルヘッドが配られましたね。ガラプライム、ナイダスプライム、オクタビアプライムに、ネジャプライムですね。こちらの計4体。あ、プライムボルトの方購入してたらその対応したやつもらえたのかな。ガラプライムのボブルヘッドイメージしてたんと全然違うな。ガラスパーツが なんか汚い。曇って見える。PNG ファイルで頑張ってほしかったわ。おー、ナイダス、カーソル合わせるとモヤモヤしてるね。オクタビアいいな。オクタビア綺麗だな。やっぱこのトサカの部分のなんか流れのやつ綺麗だね。やっぱこうしてみるとアイバラプライムのボブルヘッド綺麗だね。クラゲの部分がしっかりとデザインされてるね。柄はどうしてこうなったんだろう。多分光が足り、あ、逆光になってるからかな。それとも、特に変わらなさそう。あー、そういえばこれ見したっけ。うちのアゲイン中村さんも進化しちゃったね。やっぱとんがりくんいるじゃん。彼に負けてられねえぜと、シャイニングモードのとんがりくんに負けてられねえぜということで、はい、進化しちゃったね。今のアゲイン中村さんミトスタイルって俺呼んでんだけど、ほら見える、なんか 手出してんじゃん。ほら、いつもだったら手心食う、君も手心を食うってどうぞってやってるけど、ほらこう進んでいくじゃん。そこで治れ、そこで待たれよ。はっ、この手心のもんどころが目に入らぬか。ははー、絶対ここカットしよう俺。さ、バロキシ見ていきましょうか。あ、俺何もやってない気がするな今回のバロキシラジオ。お、リソースブースターありがとうございます。はい、今回のバロキバロキシってなんかこんなモニター出てた、あれん、今日のバロキシ一味違うな。全然違うな。今日気合入ってる。なんかいいのも持ってきてんじゃないの。さあ、何でしょうか。ナイダスのイモータルスキンだって。そういえば、このナイダスのイモータルスキンなんだけどさ、天の痕のスペシャルバロキシの時にも、購入できたんだよね。あれ、これ、俺、見逃してたのか。いや、でも、これ新しいやつだよね、多分ね。なんか漏れてたのかな、天の痕の時に。ちょっとわかんないんですけれども。はい、まあ、とりあえず今回の新しいもの、多分ナイダスのイモータルスキンですね。左上に表示されてるってことは、多分新しいものだと思います。リュカット足りなかったんで、交換してきました。さあ、購入していきましょうか。あ、そういえば、このイモータルスキン、ナイダスプライムにつけたら どうなるんだ?あー、待てよ。イモータルスキンってヘルメットじゃないのか、本体のスキンなのかってなるとどうなるんだ。なんかヘルメットが違うな。ってなるとだ、あ、ノーマルか。
ノーマルをつけのプライム表示で、そうなるとノーマルでのデザインで金属パーツをつけたい場合はこのイモータル使うことになるのか。このノーマルつけたらプライム表示できないもんね。ちなみにモッドの方はどうですか。あープライムドリーチ一択だね今回のモッド。他にもないもんね。うん、プライムドリーチ一択だね。で武器の方はどうですか。うん、バイパーレイスとバルカーレイスの2本だけか。あ、今回のバロクチ微妙だな、微妙だな今回のバロクチ。うん、そうだね、毎回思うことなんだけど、衝撃のイベントとか火炎の複合とか、これ バロクチで持ってくる必要あるのかな。ここの枠別なものにしてほしいよね、そろそろね。プライムドモッドのさ、ファイヤーストームとかね、ここら辺に入ってたら、あ、今回のパロクシーいいじゃん、有能じゃんってなるんだけど、このレア枠のせいでな。うん、ナイナスのイモータルスキン自体は良かったんだけど、ノーマルのデザインでね、金属パーツを表現できるっていうのは良かったんだけど、他のものがちょっと微妙だったね、今回のパロクシー。残念って感じだった。はい。ということで、久々に見たグレンデル、ピンクグレンデル兄弟。どうしようかな。さっきリソースドロップ来たから、ダメ、いや、ダメージの祝福か。いや、アフィニティブースターでしょ。よし。やべ、絡まれた。ピンクグレンデルに絡まれてる俺。やべ、どうしよう。どうしよう。伝説のピンクグレンデル部隊に挟まれた。どうしよう。とりあえず、これやっとくか。ほら、あ、眩しい。ほら、あ、眩しい。あ、おい、どんどん集まってきたんだけど、どうなってんだこれ。はい、ということで、おお、立ち上がる時も一緒なんだな。すごいなこのシンクロ。あ、しかもさ、この人たち柄のエヘメラつけてるんだね。すごい凝ってるな。さあ、ということで、以上、安尾でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。